ただいまからですね、7.20 安倍内閣打倒徹底討論集会ということでですね、早速始めていきたいと思います。私は、今日も司会の方も合わせて行います。全校の事務局の方をやっております高畑と申します。初めての方もいらっしゃると思うんですけど、今日の集会を主催は全国交換会、平和と民主主義を目指す全国交換会という、市民団体なんですけども、この平和、今の安倍内閣だと思うそうですけれども、この間原発なりですね、それからその安倍内閣の集団的自衛権行使容認の取り組みなど、共同行動にですね、積極的に取り組んで、今日の集会もですね、皆さんにお知らせして、緊急に集まっていただくようなこういう場をですね、持たせていただきました。とにかく、いろんな方にですね、一緒に参加していただいてですね、本当にこの安倍内閣を退場させるためにどうしたらいいかということでですね、皆さんのいろんな経験などもですね、話していただいてですね、有意義なですね、討論していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それじゃあ最初に平和と民主を目指す全国交換会の代表で始まる高瀬さんの方から一言よろしくお願いします。どうも暑い中お疲れ様です。7月1日ですね、安倍内閣が集団的自衛権の閣議決定すると、それはですね、皆さんも共通ですが、どう見ても憲法違反だと。でそれはで憲法違反の行為はそれだけではないですから、沖縄はしかり、派遣法拡大しかり、原発しかりということなんで、それはやっぱり安倍内閣打倒ということが一番近道で、それが一番重要だということで、今日の趣旨はだから、どういうふうに思ってらっしゃるかということを考慮しながらですね、やっぱり要は結論は安倍内閣を倒すというような運動をこうどういうふうに行っていくのかということをですね、集中に議論して、最後は楽しくにぎにぎしく目立つようにデモして終わればいいなと思います。以上です。ありがとうございます。それでは早速ですけど、一応気象ということで大体ですけれども、この A4 のですね、裏表の内容についてですね、最初にまず大体で、提案をさせてもらって、それでいろんな形でですね、各方面から発言をお願いしたいと思います。内容としてはですね、全体のその安倍内閣の動き、情勢、県政なり今後の展開などについて一つ討論のポイントとしていきたいということと、それから今すでにですね、もう安倍内閣打倒のいろんな集会とかも持たれてますけども、今どういうことを取り組んでいるか、あるいは署名とか地域とか、そういうところでどういう取り組みしているかというようなことを討論していきたいと思います。それからやはりこの安倍内閣だと、いろんな分野から、取り組みあるかと思うんですけど、今後どういう取り組みをしていけばですね、いいか、有効かと、打倒のために今どうするかというようなところをですね、討論のポイントにしていきたいと思います。それでは基本提案ということで、最初にちょっと簡単ですけど、この内容について、少し、見ていただきたいと思います。まず今回の安倍内閣の集団的自衛権行使のですね、閣議決定、これについてはですね、本当にもう憲法破壊、クーデターであるというふうにやっぱり思います。ここに書いてますようにですね、憲法9条はもちろんそのものの破壊では、憲法9条そのもののですね、破壊ではあるんですけれども、同時にですね、この第98条にどういうことが書いてるかといいますと、この憲法は最高法規でその条項に反する法律命令、その他の行為、その効力を有しないというようなことでですね、要は、この98条そのものに対する違反である。で99条についても同様にですね、この憲法を尊重し擁護する義務を国会議員として負わなきゃいけないのに、これに対しても違反しているというようなことでですね、まさにこの憲法破壊の物体であるというふうに私は思います。でこの中で、今回、政府がどういう解釈をしているかということで、国会 の、 座り込みの審議の中でもですね、いろいろ、安倍首相は言ってましたけれども、その特徴的な点としてはですね、
憲法9条の下で許される自衛の措置なんだというようなことを、まあ、強調していると。だから、まあ、集団的自衛権、いわゆる集団的自衛権というよりも、まあ、本当に限られた中での集団的自衛権だというような言い方をしていたわけですけれども、その内容としてですね、我が国の存立が脅かされ、明白な危険がある場合に、武力行使が許されるんだと。なぜそういうことが必要かというと、まあ、この間の環境の安全保障の変化があって、脅威が日本の周辺だけじゃなくて、世界のどの地域で発生しても、我が国の安全保障に影響するからだというようなことを、まあ、言うことによってです、ね、結論的には、どこの国、紛争にも自衛が必要だというようなことで、まあ、言っていってるということで、とてもない、まあ、論理だと思います。まあ、実際にですね、この集団的自衛権の、行使を容認して自衛隊を海外派遣することによってですね、やはり一番得をするのは、このグローバル資本主義の、まあグローバル資本のですね、利権を守るということだと思います。具体的にはですね、安倍首相が国会討議の中でもこの内容を言ってましたけれども、石油の輸送路である中東ホルムズ海峡でのですね、機雷の処理、これに自衛隊も参加すべきだと。でしかもこれはこのいわゆる停戦合意がされてない戦闘中においてもできるというようなことを、まあ、言っているとんでもないことです。それから、三菱重工とか東芝の軍需産業、まあ、こういうところはですね、この間、まあ、1兆1300億円とものすごい売り上げを、まあ、している。さらにそれを、まあ軍需産業を育てていこうというようなことだと思います。そして、まあ、今回の週刊ニュースの新聞の中にも紹介されてましたけれども、ODA ですね、この ODA の対抗を見直そうというような、まあ、有識者懇談会の報告が上がってますけれども、これをですね、外国軍に、まあ、直接その ODA を活用して、まあ、武器を、まあそれを使って撃っていこうと、まあ、いうようなことです、ね、とんでもないことを、まあ、今後、やっていこうというような動きがあるということです。ところ、まあ、でも実際にですね、ここに書いてますように、安倍の今回の集団的自衛権に対しての国民世論です、本当にその反対の声が非常に広がっているというのは状況があります。世論調査でもですね、過半数以上がですね、行使用の反対の、パーセンテージが上がってますので、ね、読売新聞においてもやはり同様な結果になっています。そして何よりですね、全国の自治体の決議、まあ、これ今どんどんさらに広まっていますけれども、慎重だと反対決議が関東では、まあ、鎌倉とか藤沢、国立八王子などでもですね、まあ、上がっているというようなこともあり、また海外においては韓国の国会外国統一委員会ですね、ここが、集団的自衛行使容認をですね、休断するという決議を全会一致で採択すると。あるいは、まあ、フランスのルモンド氏が今回のこの決定については平和憲法を見直しに道を開くものだということで批判しているという、まあ、そういう意味でもですね、どんどんこの批判が国内においても国際的にも広がっているという状況、足元において揺さぶられているという状況があると思います。ですから今この安倍首相はですね、この集団的自衛権行使容認の閣議決定した次の段階としてですね、本当は臨時国会で安全保障の関連法案を出していこうという動きが最初あったんですけれども、それをやめて、まあ、来年の通常国会に先送すると、まあ、この秋については、足場固めだというようなことでですね、まあ、今のその批判を交わしながら、行こうというような動きが出てきているという状況があるかと思います。まあ、やはりそういうことをですね、彼がするのもですね、やっぱり私たちのこの直接行動、共同行動というのはやはり大きくこう、効いてきているんじゃないかと。先日のですね、13日から15日、国会前、皆さんも参加されたかと思うんですけれども、解釈で憲法9条を壊すな、実行委員会、先行させない、選任委員会の呼びかけでですね、国会保育行動、大体延べて3000人が参加したというふうに聞いてます。私たちも、まあ、一緒に行動しながらですね、夕方には国会前で、なかなか全体の集会の中では、まあ、代表の方の発言が主なので、なかなかそういう場では発言する機会はないんですけれども、まあ、こういう夕方の機会にですね、フリートークで、もう誰でもが発言する場を持っていこうというようなことでやりました。ですから、その場でですね、例えば千葉の、
方はですね、安倍内閣の一生懸命で署名を、集めると同時に市民のメッセージを、ね、集めたとかですね、あるいは園さん、新宿でも取り組んだとか、園さんが来てどんどん子どもが集まってきたんだと、あるいは三反までは横田の配備反対の取り組みでした、まあ、本当にこういろんなさまざまな取り組みをこの安倍打倒の取り組みにこうつなげているんだという発言をです、ね、されたというのは特徴だったと思います。まあ、そういう意味でですね、今この安倍打倒については今までなかなかその安倍の暴走を止めろというふうに言ってきたことはあったんですけど、安倍内閣そのものを打倒しようというスローガンはなかなか、まだ当初は少なかったんですけども、この例えば、前後がですね、7月2日に安倍打倒徹底討論会という呼びかけ、そして7月の5日にですね、園さんたちが 7.5 を上げた党とスローガン化して、まあ、デモをやり、そこで1600が集まるとかですね、でまた政党では共産党が安倍打倒の大国民運動を、まあ、やろうというようなことを、まあ、提案するというようなことだとか、ね、そういうような、まあ、いろいろ 変化が出てきています。で15日には高田健さんがやはり安倍を打倒をやっぱりしていかなきゃいけないというようなことを、まあ、まとめの集会の中でも発言されているというようなことで、こう全体的にやっぱりその安倍打倒を明確にして、この戦っていこうという方向が出てきている中でですね、来年のその通常国会前にですね、それを待ってじゃなくて、やはり、この秋から冬にかけてですね、安倍政権を倒していくということ、本当にこれ可能だし、またそれがまあ私たちの民主主義の運動にとっても一つの課題になっているんじゃないかというふうに思います。一方原発においてもですね、仙台原発、本当に残念ながら、原子力規制委員会が規制基準を満たすというような合格の申請書をまとめましたけれども、本当にこう住民、地域住民の避難計画を全く、審査の対象外にしてですね、自治体任せにするというとんでもない合格なんですけど、まあ、安倍内閣の再開ありきのですね、路線に乗った、まあ、合格であるですね、これについてやはり抗議していく必要があると思います。まあ、安倍政権については今はこれ集団的自衛権と原発について触れましたけれども、トータルとしてやはり沖縄の米軍基地、辺野古基地建設であるとかですね、あと、成長戦略、労働規制緩和ということで、まあ、派遣法の大改革とかですね、残業ゼロだとか、あるいは消費税増税、法人税減税、あるいは医療制度、社会保障の改革だと、本当にこう全体として、まあ、私たちの国民生活の破壊と、1% の、 大企業の利益を守るための政策になっているということで、本当にいろんな分野からですね、この安倍政権に対して、共同しながらですね、安倍内閣を、倒していくということを、まあ、これからぜひやっていきたいと思います。まあ、そういう意味で、この場ではですね、まあ、よろしければ最後に決議案ということでちょっと、提案したいと思うんですけれども、まあ、ここではちょっとスローガンということで、読みましていただきますと、私たちは安倍内閣の集団的自衛権、容認決定をの決定を求める、私たちは憲法を無視して侵略戦争を進む安倍首相の退陣を求める、私たちは安倍首相の退陣まで全力で戦う、安倍内閣の新自主主義の政策に反対するあらゆる分野の打倒、の戦いを取り組むというようなことをぜひ取り組んでいきたいと思います。個別の、まあ、方針についてはまた後の方でですね、まとめの中でまた提案していきたいと思いますので、まあ、こういう情勢の中で、今安倍内閣を、まあ、倒していくという、まあ、気は熟しているしですね、そのために、これから、一人一人が、まあ、どういう取り組みをしていくのか、あるいは自分たちの地域の中でどう取り組みしていくのかというようなことについてですね、ぜひ討論を進めていきたいと思います。以上、提案させていただきます。じゃあ今ちょっと高田さんから提案してもらったんですが、まあどっからでもどんな議論でもいいんですが、まあ後半はですね、安倍政権を倒すためにどういう戦いをやっていきましょうかということも議論したいんですが、まあ少し7月1日の
閣議決定を受けて、まあ、皆さんの受け止めな、なしはどういうふうに思ってらして、自分は何しようかということになっているんですが、まあ、少し、まあ、相互に交流できたらいいなと思うんですが、どこからでもなんか、わざわざ口引きていただけませんかね。はい。はい、週刊 M です、編集部の浅井です。浅井さん、前。この間の14、15の衆参予算委員会の集中審議の、どう見たらいいかということで、ちょっと、私の考えを言いたいと思うんですけど、今の高畑さんの報告であったんですけど、そんなに、まあ安倍首相は国内向けには、いや、これまでと変わらないんだと言ってるんだけど、まあ、対外的には全然違うこと言いますけど、オーストラリア の首相との会談では、安全保障の法的基盤を一新したって言ってるわけですから、で、そのことを一新されたことが、もうはっきりしたのが、集中審議だったんじゃないかなと思って、で、安倍さんは何度も言ってますけど、そのイラク戦争のような戦闘に参加することはこれからも決してないっていうふうに言ってるんですが、それが嘘だっていうことがやっぱはっきりしたっていうのが集中審議だと思うんですね。で、イラク戦争、小泉内閣時代のイラク特措法に基づいて参戦したときは、一応その非戦闘地域にしか行かないと。で、非戦闘地域っていうのは今も戦闘が行われていないし、これからも戦闘が行われることがない、そういう地域だっていうふうにして、まあ、言ったわけですよね。まあ、それもごまかしですけども、しかし今回安倍さんは何て言ったかというと、現に戦闘を行っている現場、戦闘現場というらしいんですけど、それ以外なら自衛隊活動していいんだと。つまり今戦闘が行われてなくても、まあ、近い将来戦闘があるかもしれない地域で自衛隊活動したっていいんだっていうふうに言ったわけですから、これはもう明らかに武力行使するんだということだし、で、現に自衛隊がこの集団的自衛権に基づいていったときに、その自衛隊が活動している現場が戦闘行為の現場になる可能性があるという、これはもう北さんと森議員の質問に対して明言しましてね、で、全体にその安全な場所だということは、完全な安全な場所だということは言えないということも明言しましたし、それからその武器使用について、これは小池議員だったかな、追及したときに、身を守るために、それから任務を遂行するためにって言ったんですよね。これまでは自衛隊の武器が使用が許されるのは事故及び事故の支配下にある人たちを守るためにということだけだった、まあ、今回は安倍は任務を遂行するための武器使用があり得るんだということを回答答弁の中で明言したということで、だからイラク戦争のような戦闘に参加することないというのは、あれはもう、まあ、はっきり嘘だということがはっきりしたと思います。で、それのもう一つの表現がホルムズ海峡の機雷総会の話だったんですけどね、あれ高村副総裁が質問に立って、機雷総会どう考えるのかというふうに言ったときに、安倍はこういうふうに答弁してるわけですよね。日本が輸入する原油の8割、天然ガスの2割はホルムズ海峡を通る、機雷総会は誰かがやらないといけない、原油供給が回復しなければ我が国の存立、これ我が国の存立ってここでも言う、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、及び幸福、追求の権利が根底から脅かされる。で、相当の経済危機が発生したと言えるというふうに言って、ホルムズ海峡、中東、はるか遠くの中東の、における機雷総会という戦闘行為もあるんだということを明言したということで、これも、もう発揮したわけですね。やっぱりそのキーワードは、この我が国の存立っていうことだと思うんですよ。で、共産党の志位委員長が党創立記念日の演説で言ってましたけど、太平洋戦争の開戦の詔書の中にも存立という言葉があるんですよね。帝国の存立、またまさに期待に瀕せる、まあ、帝国の存立という言葉を使って、期待というのは危機ということですかね、危機に瀕せる、帝国は今や自存自衛、ここにも自衛が出てます、自存自衛のため突然立って一切の障害を破砕粉砕するのほかなきない、だから存立というのはそういうことなんですよね。だから僕はその存立ということが非常なキーワードだと思う。でそしてそういうふうに思っていたら、今日のその朝日新聞にですね、その集団的自衛権問題について前の外務次官の竹内幸雄氏の、まあ、インタビューが載ってたんですね。これは僕非常に面白いと思ってます。で、竹内幸雄っていうのは外務省の中で条約局、北米局、総合 外交政策局は、まあ、ずっと局長を歴任してきて、要するに、まあ、日米安保マフィアですよ。
日米同盟推進派のトップにいる、そういう意味ではアメリカべったりというか、アメリカ追随派というか、そういう、まあ、でアメリカ の、 あのリチャード・アーミテージなんかとジャパンハンドラーたちと手に手を取り合って日米同盟強化を推進してきた人物なんですだと思うんですけど、この竹内幸雄が朝日新聞のインタビューに答えてですね、というか自分からインタビューさせろって言ったみたいですよね、朝日の報道は変更してるって言って、でその集団的自衛権には2つの学説があるんだって言うんですね。1つはよくやれる自国が暴力攻撃を受けていないのに、他国が受けた場合にその他国を守るための権利という他国防衛説というのが1つ、でもう1つはその国との連帯関係を踏まえて自国への攻撃と同じことだと認識して武力攻撃に参加する考え方で自国防衛説と呼ばれてなんか初めてにしましたけど、まあ要するに他国防衛説としての集団的自衛権と自国防衛説としての集団的自衛権と2つあって、今回問題になって解禁した集団的自衛権は自国防衛説にのっとった集団的自衛権なんだと、だからそんなに歯止めが外れてるということはないし限定的だということを言ってるんですよね。僕はこれものすごく面白いと思って、日米同盟推進派の日米安保マフィアのそういう意味でアメリカべったりのやつがですね、いやいやアメリカの戦争に巻き込まれるための集団的自衛権じゃないんですよ、自国を守るための、日本を守るためのその集団的自衛権なんですよっていうふうに言ってるわけですよ。だからこれ一つ考えても、このなんだ新三要件にある我が国と密接な関係にある他国というのがアメリカだけとは限らないっていう、アメリカの戦争に巻き込まれるとかいうことだけじゃなくて、日本が自国を守るため、その我が国の存立、帝国の存立ですよね、を守るためにそのやるのがその集団的自衛権行使なんだということをね、やっぱりこれはっきり日米同盟推進派がこういうふうに言ってるという、だから対米従属派 の、 官僚、外務官僚 の、 ことですよね、これね、がそういうふうに言ってるというところがやっぱりこの集団的自衛権の本質のはっきり してきたんじゃないかなというふうに思いました。だからそういう意味でなんていうか、ターゲットはなんか例のなんだ朝鮮半島から赤ちゃんとお母さんを連れて船で運んでいくという話じゃなくて、やはりその中東とかアフリカ の、 その石油をはじめとしたグローバル資本が受け付けた権益を守るための、それが危機に瀕したときにアメリカを介してじゃなくて、例えばイラク政府から要請があった、あるいはイスラエルから要請があった、イラクもイスラエルも密接な関係にある外国です、他国ですから、で それが攻撃を受けて、それを守るために自衛隊を送るということをやるんだということを言ってるということですよね。だからそれをはっきりさせて必要だったと思いました。ちょっと長くなるので、はい、まあ少し7月1日、まあ、それからもう1週間、3週間ぐらい経ったらという状況ですが、政府は必死ですね、いろんな、まあ、マスコミ動員して、まあ、沈静化とかいうことをやったりしているので、ちょっとまあ皆さんの受け止め方とかね、私がこう思ってたり、少しなんか2、3人少し出していけるのできればいいなと思います。いかがですか？どこからでも。どうしようか。よかった。はい。そうですね。まあ、自分はちょっとこの集団的自衛権というのはそういう今お話しいただいた中から考えてもそうなんですけど、結局アメリカ の、 軍事活動の下請けになり得る要素がいっぱいあるなというので、まあやっぱりもともとの目的はその中国から日本を守るために日米安保を強化したいというのが安倍政権の狙いじゃないかと思うんですけども、結局日米安保もアメリカの議会の賛成がなければ、日本が仮に例えば沖縄を攻められたとしてもアメリカ議会が反対すれば、うん、日米安保っていうのは発動しないはずなので、だから安倍政権の目的としていることを達成することはまあないと、中国から日本を守るための日米安保同盟の強化であるっていうことは要するに目的としては達成できないので、まあ、そこの最初の前提から間違っていると、日本から中国を守るための日米同盟の強化っていうおそらく発想で集団的自衛権というものを持ち出していると思うんですけどね、自分たちが血を流すことによってアメリカに守ってもらいたいっていう発想だと思うんですよ、多分安倍政権の今回 の、 この、
やり方というのはですね、ですから、まあ、そもそも当てにしているアメリカはおそらく中国から日本を守るということはしないだろうと。またその理由の一つとしては今中国が持っている核ミサイルというのはもうアメリカに届く距離にもうすでに軍事的技術を持っているということで、しかもなおかつ中国が一番アメリカ その国債を買っている国である。もしアメリカが中国に歯向かえばその国債を売りに出すと言われればもうアメリカは軍事的に中国と事を構えることができないということになるので、まあ日本のためにアメリカが中国から日本を守るということは絶対ありえないと客観的に考えて、だからそもそも安倍政権が狙っているその日米同盟の軍事的強化っていう目的はもうそもそもその発想自体から間違っているので、だからそこを安倍政権に問いたださない限り中断的自衛権というのはあくまでその軍事的軍略っていうか日本の国益の一番最初の部分から発想が間違っているので、中国から日本を守りたいっていうんであればもうそもそもアメリカと組んでもそこの時点で何の力もないっていうことをそこからもう一回考え直すべきである。そのためにわざわざ日本人の若い人の血を流す必要は最初からないというのが私の考えですね。他はどなたか今日は各分野からもなんか安倍政権だと思うのにどうかあるんですが、あとなんか2、3人どうですかね、国会前での行動に参加された方とかそういう雰囲気だとか参加してみてどうか、そういう観点も結構ですけど、まあ、前後に参加して、そうですね、国会前行動を参加して車バイトが聞けるというような、まあ、ニュースなり、記事なり、ニュースなのかなと思いますけど、私もまあそこにいまして、それは非常に感じましたね。でそれはその若者の危機感というのはですね、その戦争に巻き込まれる危機感じゃないんですね。安倍内閣は戦争を始めるという危機感があるから官邸前にみんな集まったんだと私は感じています。でも、まあ、自衛隊じゃなかったら大丈夫かとか大丈夫ということじゃなくてですね、本当にその、まあ、徴兵制とかそういうのもですね、なんか、言葉が出てくるぐらいになって、本当に安倍晋三をほっといたら、戦争を勝手に始めちゃうと、まあ、秘密保護法も、まあ、この初段的、自衛権の解釈会見も、国民の反対世論を無視して、強行しちゃう人ですから、それも、やりかねないということですね。やっぱりこの安倍やめろというコールが一番まあ、パーセントが多かったと思いますので、まあそういう、まあ、報告といいますか感想です。はい、今のことで、どうぞ。やっぱり今の方もおっしゃられてます、はい、集団的自衛権とか の国家秘密保護法とかそういうのも我々はある程度こういうところ来てる人っていうのはある程度分かってこういうところ来てると思うんですけど、実際まだ街でも世論調査とかしても半分以上もっと分からないっていう方が多いんですよね。でもただその中でも安倍は良くないっていう声がだいぶ高まってきてるんで、もう細かくこういう我々が、ね、分かった者同士で話してるよりも一歩、今日は銀座デモがあるっていうことで、もう大いに結構なことなんですけど、こういうふうに表に行動して一人でも分かんない人を説得するようなこと、もう現に安倍支持率もかなり下がってきてますんで、もうこの際も打倒安倍ファシズムの反対で戦争をなくそうで、もう一点に絞って、もういろんな反原発運動とかいろんな運動が盛んになってきてますんで、もうここぞとばかりに安倍打倒安倍ファシズム絶対するなというあれで皆さん行動されるようにしたらいかがと思うんですけどね。もう分かってる方同士でね、
こう話し合いしてるのしたらまず無駄だったんですよ、ね、いやもうもっと表に出て、うん、まあ、勉強するのはね一回っていろんなあのものを見たりして勉強すればいいんであって、もう気持ちはもう野党安倍、安倍晋三を倒せでいいんじゃないですか。それでね、まあ、僕に仕返ってる、僕はね、あの30と1日って非常にこう印象的に僕もどっかで見たんですが、あの6時ぐらいになるとね、あのずっと後ろに座ってた70代後半と80ぐらいの方とかね、もう私たちはもう頼りになるからお願いしますねって言われた方がね、60代とかねっていうふうな方なんですよね。ところがその方が8時とか9時とか10時近くなって、私もお願いねっていう時に若者たちがドーンと来てたんですよ。で、若者までないから、おばさん、私頑張るからねっていうのを、そういう会話をしたっていう人がね、2人とか3人ぐらい聞いてるわけ。そういう意味ではね、ほんまあの、この、あの若者の中にも、このやっぱ、自分たちは戦争を、あの連れていかれるとか、そういう危機感がもう、あのものすごい勢いで今、広がってる局面でね、本当に言われてることはね、こう、我々、僕ももう感激すぎてますが、もうそこから世代を超えたね、中でどういうような形でこう、安倍政権体制倒そうっていうのはね、はい、もうあの引き上げるかというのが重要なことかなと思いますよね。もうなんかどう戦うかみたいな議論がありますが、まあ、あのどっからでもなんかあともう少し積極的な発言があると思う。あの法的なことはあまりよくわかんないんですけど、あの閣議決定でね、憲法解釈を変えるっていうのは明らかに憲法違反ですよね。だからその日本には憲法裁判所っていうのがないから、こういう時に何かそれを訴える手立てっていうのは何かあるような気がするんですけど、またそういうことを実際にもう行動で起こしていられる方もいるのか、そのあたりでちょっとだからあの憲法違反で、あの閣議決定は無効閣議訴訟をね、あの起こしたらいいんじゃないかって、僕ももしそれを裁判を起こすんだったらね、弁護士といくらでも紹介するよっていうのはね、2、3人弁護士言われたんですが、もうそれはもう怒ってますよ。怒ってます。具体的なことは三重県の松阪市の市長さんが違憲訴訟を起こしたのかな、あれ起こした、そうです、そこを広めて、あの、その支援するかみたいなのを、それどう扱われるかっていうのはよくわからないんですけど、その動きはもう下限にありますよ、ね、あ、そうです。それをもっともっと大きくしないといけない。そうですね、その件なんですけど、あの私もまだ気分わかんないんで、ね、あの憲法裁判を起こしたらどうだと、それはこ この前あの原発の問題ですね、地方裁判所とか、あるいは原発が今ここであるという地裁ですね、ああいうような形で、ね、すぐ会えるんだけど、あの最高裁判所でどう判断するかということは決めてなると思うんだけど、そのもしそれ最高裁判所のこれが違憲であるという判決が出たにしても、まあ安倍首相のあの調子を見ていると、日本はまあ三権分立で、まあその司法とね、それから行政とはまたこの問題がどうやっていくんだというようなことで、まあ逃げ切るよ、逃げるっていうか、そういうような方針出るんじゃねえかなという、そういう心配があるんですけど、そういうのはどうなんですか。どうしたらいいんですか。安倍を取ってたからね、まだ安倍信用できないですよ、信用できないって言われてね、逃げることがうまいないかっていうか、そういうので、まあ、今だと心配してもしょうがないと思うんですよ。まあ、そうっすね、取る人もっと増やしたいと思います。裁判が起こされてどういうふうに推移するかっていうのはなんか、まあ、なかなか難しいかなって気がする、まあ、そういう動きははっきりあるし、まあ、広がると思いますよね。だから国会の力を変えるしかないでしょ。国会、僕なんか国名言わなくてもアカでしょ。え、国名言わなくてわかるでしょ、今回の力関係を変える。うん、いや、そのほら、あの僕たちがね、その
安倍政権出そうということで、国会の力関係変えることは当然は必要なんですが、そうすると参議院選挙が再来年ですよね。でそれがまあ衆参同時選挙になるって、じゃあそのそこではその国会の議席だけをね、でそのどういうふうになるかっていうふうなことで言うとね、それはもし安倍政権がその退陣とかねっていう言わない限りは続くわけですよ。でまあそれは自民党の中も反対派が出たりとかあるかもしれませんが、これはだから議会の構成はこういうふうな状況でも安倍政権は倒すことができし、やっぱ倒さないといけないんじゃないかって、エジプトでもそうだし、どこでも大体その政権が倒れるとかいうようなことではね、やっぱ議会が変えるってことは一つ非常に重要だけども、やっぱそうもっと前にやっぱその本当の圧倒的な世論の力で変えるってことが今必要なんじゃないかと思ってるんですかね。それはだから政権支持率がその2割切ったりとかとかね、あとはその自民党の中からこれじゃあもう立ち行かないとかっていうふうな形とか、からその安保闘争でもね、それは全国でその何百か所でこう反対運動が起こった時にやっぱ政権は倒れるんでしょう。だからそういうふうな状況はやっぱ作らないといけないんですよ今ね。という意味で議会で構成変えることはその否定はしないし、重要なことだけども、そのそうではない運動でやっぱ倒すことができるんじゃないか、なしは倒さなきゃいけない局面じゃないかと僕は思うんですよね。非合法ことやるわけではないですよ。それはそういう運動の世論の力で立つのができると思うんですよ。先ほどもちょっとお話ししていただいたんですけども、私全然こう初めて今回参加させていただいたんですけど、私ちょっとある宗教をやってたんですけども、発言しても別に問題なければこのまま続けさせていただくんですけど、検証会っていうところで仏法をやってるんですけど、でやはり集団的自衛権というのは教わっている浅井先生も非常にこれを危惧されてて、それで国会とそれから地方の首長議員とか県会議員、地方議員にその安倍政権のやってることは間違っているということを新聞にして、それを嘆願でですね、国会議員とかに送されているんですけども、やはりそのことに関してはまあこういう新聞なんですけども、それに関して集団的自衛権に関してはその議員さんたちもだいぶ読まれてまして、やはりこれはおかしいという形で、まあ私たちはその日本その安倍政権の打倒っていうか安倍政権の間違っていることは指摘して、じゃあ次の政権もまた同じことをやったらやっぱり同じことなんで、安倍さんがいなくなったからって言ってそれで日本が平和になるっていうことではないので、そもそもその新聞を通してその政治家である人たちに、じゃあこの集団的自衛権というのはそもそも何で間違ってるかとか、そういうことをやっぱり訴え続けていくのと、それとあと TPP ございますよね。あれもモンサントってアメリカの企業ありますけれども、あれがその遺伝子組み換え食品というのを、やはり日本に輸出したいという思惑があって、で実際その遺伝子組み換え食品をそのマウスの実験でやるとやっぱりがんができちゃうんですね。でモンスタントの社員の人たちっていうのは自分たちの作ったものは一切食べちゃないっていう、そういう状況の中で日本に輸出しようとして、前回オバマも来日した時にはそういう多国籍危機の発言短い。まあ、その私はその宗教的活動として安倍政権というもののあり方が間違っているということをもう活動としてやってまして、実際にその165万人も賛同している人もいるし、議員の方でもそういうようなことで賛同していただいています。そうですね、はい、あと、まあ でっていうところまで持っていくんですが、とりあえず目先っていうかやっていかなきゃいけないことは見える形で人が集まる。だからこの前もその30日の時に結構集まったんですね、3点前の。それは半分ぐらい先ほどおっしゃってたけど若い人が集まってきて、年配の方が帰れば若い人が集まってくるって感じでやられて、で若い人が中心に人も大きな大砲を置いて、そこにもうキャッチ
きますよね、このどこから考えても。それに対して太鼓を叩いて訴えるということとか、あのとにかくあの近年では割とあの辺に最大に集まったと思います、30日っていうのは。それでそれがどうかっていうと、あのブータンのなんかあの国賓が見えた時だったらしくて、私たちもいたんですけども、多分官邸に久々に安倍はいるっていう感じで、あの抗議行動してたんですけれども、であの多少は嫌な感じがしたと思うんですね。今までああいうふうに不干渉というか無干渉のああいったあのドクター感が、あのまあなんかあのニュースで、ちらっと不快感を表したような言葉をあの言ったらしいので、あれは近年効果があったと思いますので、それにあの多分そういうところに出てこないあのテレビやなんか見てる人が、やっぱりあのああいうものがあるからとか、今度行ってみようかとかいうことになるので、常々一気ではないんですけれども、安倍を倒すっていうスローガンと、油断的自衛権と、なんだかしも全部一緒でもいいんですけども、安倍をとにかく倒すっていうことで、あの判断を置かないで人がどんどん集まれば、あの少しは効果があるかなと。それから勉強する人も出てくるかもしれないし、あのなんかもういろいろ国から国とあると、もともと原発反対でやってきましたけれども、あの毎日忙しいくらいにそれで一つも解決せずに、あのとにかく体も動かないと、あの落ち込んでしまうっていう部分があるので、ご集会に出てきたりしてるんですが、人を集めるなる、あの集めるような行動を、あの必要です。とりあえずそれが効果が内からも外からもあるんじゃないか、そう思います。はい、はい、いかがですかね。それから今かな、どう。私今日ね、こういう集まりがあるというのは、あの先日座り込みをしたあの国会前のそこでいただいたチラシの中にあったんで、あ、日曜日行けるな、行こうと思ってきたんですけれども、あのまあほとんどの方は違うと思うけど、私みたいなただの主婦ですとね、あのインターネットでいろんな情報を調べて、とかっていうのがなかなかできないんですね。で、具体的にいつ何があるよという連絡があったりね、あのそういうふうに分かればね、あ、自分で、あ、じゃあ行こうとかってできるんですけど、とあのそれからその座り込みの行ったのもね、ちょうどその日の朝に読んだ新聞に、前日のやはり座り込みのニュースが出てて、そして、今日も、今日も9時からとかね、そういうふうに書いてあったんでね、いや、あ、9時から、じゃあ行こうと思って行ったんですけど、なんていうのかしら、やっぱりいつね、どういうものがあるという、そういう情報がね、その新聞のあるコーナーでもない、こういつもこうね出てくれると、あのすごく広めずっと昔10年くらいだった前だったかしら、あのよく新聞のなんかハートがなんかそういうのを切り取って自分で色塗って、ちらあのプラカードみたいなのをこう作って、あの新聞にあのそうそうそうあのあいつやるとかね、そういうのが出たんですよね。で、私もそんなの見ていったりしたので、あのもっとこうマスコミのみんな一般の人たちがね、ほら普段の生活にも紛れて、ああ行かなくちゃ、これ参加しなくちゃなと思ってても、ついつい自分でインターネットで調べるとかそういうことができないで、後からあら昨日あったんだってね、そういうの私年中あるもんですから、だからなんかそういうこう新聞社大手のね、
東京新聞とか朝日新聞とかそういうところにそういうコーナーみたいなのを作ってもらって、予定表、デモの予定表とかね、そういうのを載せてもらえるようになったらいいなと思ってます。いや無理だと思います。大手の新聞社はほとんど載せないんです。それ何新聞やるの？東京新聞です。東京新聞ぐらいですね。どうしようかな。例えば、自分は例えばこういうふうに情報発信してますよっていうような方いらっしゃったら、もうちょっと。あとの祭りなんですよね。あったのかで、これからやるよっていうのを載せてくれたらどんなにいいかなと。ちょっといい千葉工業省の高木って言います。実は忘れもしない12月6日官邸前、でもあの時は特定秘密保護法で集会やっててちょこっと喋ったんだけども、その時も、女性の方、主婦の方がいて同じようなことを言われたんで、僕のおすすめはネットやるんだよね。 今の話だともうすごい初歩的で、いや僕も初歩的であれなんだけど、その人にも言ったんだけど、実は僕はなんで今日ここに来ているかっていうと、レーバーネット日本っていう、グループがいるんですよ。カタカナでレイバーネット、漢字で日本で、レイバーネット日本って打って検索すると、実はイベントニュース、イベントカレンダー欄っていうのがあるわけで、そのイベントカレンダー欄っていうのを今日見て、本当は生活保護がどうしたこうしたって集会があって、あ面白いな、そこに行こうかなと思ってその下に来て、でこの集会を知って来たから実はここに来てるわけで、多分イベントカレンダー、レイバーネットのイベントカレンダーが一番簡単かなっていうふうに、ネットをやるんだったら思います。あれが一番多分充実してるかなって。でついでだから喋らせてもらっちゃっていい？公共図なんですけど、千葉公共図ですが、とりあえずこの基調提案を先ほど読んでいただいて、でその時にまず思ったことは、業界的に言うと実は教育って言葉が一箇所だけしか書いてなくて、まあこれでいいのかなと、ごめんなさい、全部を入れるわけにいかないことは100も承知の上で、でも今この状況下です。で例えば1点だけ喋ると、皆さんもご存知だと思いますけど、実況教科書問題、日本史の問題っていうのがあって、東京は東京都教委の関係で全滅させられました。要するに実況の日本史は選ぶな、選んでもダメよっていうことで、全滅。神奈川も似たような状況になってるんじゃないかな。で千葉なんですけど、実は実況の日本史の教科書、右翼が攻めていて使うなという話になっているんですけど、千葉はですね、実は中途半端なんです。森田検察なんですけど、全てが中途半端で、実は全滅状態にはなっていません。高校の現場でいうと7月の頭の段階で、各学校が基本的には選定をします。教科書、それぞれの教科、僕は数学だけど、その、教科の教科書を選定して、で建前的には学校長が県教育委員会に届けるという話にはなっているんだけど、そうは言っても学校長、全ての教科書を見て比べることはできませんから、基本的にはその学校の、教員が、相談をして一冊を選んでいくという形になります。で千葉は多分ね、今年度の段階で十何校実況の教科書を使っていて、で来年度について、2つだけ例を話す と、清水高校ってところがあるんですけど、清水高校ってのは統括っていう地域にあるんですけど、統括には、右翼グループがありまして、旋風の会とかっていうのが作っていて、でハーモニーっていう、機関誌を、学校に送りつけてきたりするんだけど、そこに実況教科書を使ってる高校一覧みたいなのが書いてあって、でそこの人間が清水高校に電話かけてきて、話をしたいと、で話をしたいということで、多分教頭が相手をしたんだと思いますけれども、とりあえず教頭の方で撃退したんではないかと思います。要するに学校のことは学校が決めるみたいなことで帰ったと思います。ですから多分清水は実況が、多分県に届け出られていると思います。もう一つ市川すばる高校ってところがあるんだけど、市川すばる高校のところは校長の方から、日本史の該当者のところに、この教科書なんとかならないみたいな話が今年の2月段階であって、で今回また会って、で、県議会議員が話に来たみたいな話があって、でそれでビビったんではないかって噂があるんですけど、これちょっとガセネタで、本当は共産党の県議会が来て話をしたみたいなんですけど、でそこもやめてくれないみたいな話があったんだけど、自分たちで決めたんでうんぬんみたいな話、他の学校の情報も入ってるんで、多分
10校ぐらいは実況が生き残るんじゃないかなというふうに思っています。ただあの教科書問題に関して言うとこれは小中も同じなんだけど、要するに例えば移行者なら移行者の教科書が悪いだけではなくって、その影響を受けてある意味自主規制みたいな形になって進んでいるところがありますので、そういうこともちょっと中、要するに国が、教えたいことを教員を通じて教えていくというような体制に今ならんとしているんで、そういう意味で言えば、とりあえず学校が悪くなる前に安倍を倒したいということで、どうすればいいのかって先ほどのあれに対して言うと、全ての運動を安倍倒せに結びつけろと僕は言っています。ですからなんとかかんとか労働条件を良くしようって言って安倍倒せって言って、消費増税反対って言って安倍倒せって言って、教育問題で安倍倒せって言って、女性問題で安倍倒せって言って、全てを安倍倒せに結びつけるのが一番手っ取り早いと思います。以上です。はい、書かれてないことでいうと、そのやっぱヘイトスピーチ問題をぜひ取り上げるべきだと思います。であの今国ジュネーブで国連規約人権委員会が開かれてて、いろんな人が日本から来てますけど、でそこでこの間の審査でなんとね、イスラエルの委員がですよ、イスラエルの委員が日本ではこの去年その360回にもわたってその在日韓国人に対するその憎悪表現のデモが行われていると、日本には一体そういうものを規制する法律はないのかって、イスラエルの委員がそういう意見を言って、でこれを受けてその改善勧告が、24日ぐらいに出るらしいんだよね。6年ぶり日本政府に対してこういうその、まあ、多分慰安婦問題とかも触れられると思うんですけど、ね、こういう在日 の, そのマイノリティに対するこういうそのあのヘイトクライムは許されない、改善しろと法律を制定しろという意味の勧告が出ると思うんですよ。これは国際的にすごい安倍内閣に対する方になると思うんですよね。だからそういう意味でも安倍を追い詰めていく一つの材料になるし、そこでも同じようにヘイトスピーチ規制を作れ、安倍倒せというような形のことをやっていくべきになるかなと思います。はい、まあ、なんかどういうふうに食べ進めるかみたいな議論もなってますが、そんなふうになんか積極的に自分考えてると思います。はい、今日も今日久しぶりに地元 の, あの横浜で、あの亀岡なんですけど、安倍内閣いらないっていうことで、それを該当するので1時間ほどなってきて、それでもやっぱりまだ地元とかに浸透しきれてない部分はあるのかなっていうのは、1時間でやっぱり、10ですかね、なんかまだみんなが納得いかないっていうか、何なんだろうみたいな感じが思うんですけれど、署名ってね、すごく敷居が高いんですよ。これ住所名前書いて、ベネッセじゃないけど流出しちゃったらどうしようとか思って、でもさ気にしてさ、ああ署名したいな署名したいな署名したいけれどちょっとごめんねみたいに、気にしてる人はすごくその署名した11人以上にいると思うんです、かける10ぐらい。だからやることが意味があって、継続して毎月何曜日とか毎週何曜日とかなんか決めてやると、おこの人まだやってるわ頑張ってるわね、私もちょっと反対だわっていうちょっときっかけになんじゃないかな。やっぱりね、一般ピーポー私も含めて結構ね、署名っていうとね、チラシもそうなのよ。チラシ受け取ったらその後なんかちょっと素敵なエステに行きませんか的なところもあんのかなって思って、チラシもね小さい頃の教育がいけないんだね。うちの母なんかもね、チラシ配ってる人を見て私が取ろうとすると、そんなの取っちゃダメですとか、そんじゃ母なのね、だから大きくなってチラシ配る時になって、あチラシの人の気持ちが分かってチラシを受け取ったりしてんですけれど、でも普通はやっぱりチラシとか署名とかすごくハードルが高くて、意識が高い人っていうか積極的に自分も行動してる人は署名してくださるとか、でもそれ以外の人も気にしてると思うので、そんなへこまないでもうどんどんやりましょう。やっぱりね、見える行動が、先ほどおっしゃって見える行動が大切ですし、なんかすごく何曜日に何かやってるっていうのは大切だと思うんです。で選挙の方も先ほどおっしゃってたんですけれど、やっぱり日常生活以上のものは
出ないと思うんですよ。日常生活中にね、あの AKB がなんとかかんとかとか喋ってるけれど、でもそれ以上にやっぱりあの新聞に載ってることとか、あのニュースのこととか、そういうことも日常生活の会話に入れて、でそればっかり喋ってるんだったらね、なんかちょっと、ちょっとこの人硬いわとか思って、避けられちゃうから、だからあのちょっと入れて、でやっぱり日常生活以上のものはできないので、ちょっとずつやってって、ね、みんなの意識を上げてって、だってさ、あの人たちってさ、国民の 20% とか 10% ぐらいの支持しかないんでしょ。で、投票率がすんごく低かったんでしょ。それはなぜかというと、みんな諦めちゃってんだよ。だから、やっぱり日常の半径1メートルとか、5メートルかとかの人から始めるとか、あとこういうふうにね、元気になる集会に行くとか、元気になるあの首相官邸前に行くとか、そういうので見える運動をするとかで、署名やっても11人だけど、11人すごいじゃないですか、なんか勇気を出して11人署名してくださったんですから、1時間だけですごいじゃないですか、と思いました。以上。補足なんですけど、あ、同じ今ちょっと遅く来ましたが、神奈川、全国神奈川なんですけど、今日午前中に、本当は2時から予定だったんだけど、これがあるって言うんで11時から1時間でやろう、ちょっとまあ遅れたりもしたんだけど、事実上50分ぐらいだったかな。でもね、僕は思ったけど、結構僕が喋ったんですけど、交代喋ったんだけど、結構あの溜まってきたんですよ。あの安倍打倒のあの旗を立てて、安倍やめろで、一番反応が多いなと思ったのはやっぱりあの、オスプレイなんですね。一つは神奈川選択、今日昨日は用語でしょ。あんな来てね、じゃああんな危険なのはどん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 やってくるわ。で一方でね、あの消費税上げる、それから今回憲法の問題、ね、こう来てるわけでしょ。でみんな感じてるわけだよ。でそれのところにはっきりと安倍やめろって出したらね、そうだよって感じてる。あの人、まあなかなかね、確か人流れがあるから、あのダーッと集まるというのはならないけど、あの溜まってきますよ、人が。続けることです。たったもう1時間だとまだまだ少なくてですね、あのやっぱりこうきちっとやる、言い続ける。で、まあ、僕らあの明日全国神奈川では1時半から、まあ、ぜひ神奈川で来てほしいんだけど、あの鶴見でミーティングを持って、これがどう取り組むかと議論するんですけど、やっぱり地元議員ね、で僕のは今日やった2区はあの菅義偉の地元なんです。この間7回でもやってきたんだけど、まあ少人数でやってきたんだけどね、菅義偉で全くひどいでしょ、やってることが。ほいで僕ら前回押しかけた時に、甲状腺89人って話をしたら、知らなかったでしょうが、ね、で彼はあの例の、おいしんぼで ああいうこと言ったわけでしょ、官房長官がわざと言った。そういうようなこともあるから、みんな頭に言ってるんですよ。だからその声を継続的にやることと、あと地元的に絶対小選挙区制だから絶対あの説明しろと、秘密保護で説明してないじゃないですか。説明しろってことをね、あの街頭でガンガンやるべきだと思いますね。絶対出てこれない。それは今僕ら変えていくことだし、あの地盤をどんどん切り崩す。おまけに鶴見であの例の脱法、ね、あの彼がいたもので、うちのすぐ学校の近くの有名な方なんですけど、あの一族なんですよ、もうじいちゃんの代から県会議長やり、衆議院議員もあり、そういうもう名門なわけ。それがああなってる、政権が思い切ってるわけでしょ。だからもうあの安倍も脱法ドラッグ状況って思いますよ、知り滅裂だからね。だからそれをやっていけば絶対もヒットすると思うので、明日神奈川でちょっと継続的にやっていこうという相談をします。はい、それでね、もうどういうふうに運動するかの議論になってるんですか。主催者の提案をちょっとやってもらって、それでどういうふうな行動を起こすかということを、ね、もう少し議論しましょう。もう1時間もないですが、議論はね、どういうふうに行動していくかってちょっと継続したいと思います。じゃあ、まあ、その方針案というところを見てください。決議案の下のところですね。まあ、先ほどからもいろいろ発言ありました。私たちが所属する全ての団体とかサークル、あるいは個人、安倍政権の退陣を求める、あるいは安倍政権打倒しようなどのですね、決議をぜひあの上げて拡散していきましょう。あるいはまあその上団体とか地域にも拡散しましょう。あるいは自治体にも持ち込みましょう。それから、当面はですね、この後でもあの紹介あると思いますけど、この、8月のですね、あの2日3日、バイバイ安倍政権、世界を築く平和と人間の尊厳を2014全国交換会大阪っていうのは、ここで、まあ
主役だとかですね、アメリカあるいは韓国、まあ、その本当にその戦争をなぞうという人たちが集まって、世界的にですね、流れを、戦争につながる全ての流れをですね、断ち切っていこうという、まあ、この全国交換があります。ここにぜひ集まりましょうということを提案しています。それから、9月の4日にですね、総掛かり共同行動ということが、提案されています。戦争させない、救助を壊すな、総掛かり行動というのは、この9月の4日に、日比谷野外音楽堂で、あります。主催が戦争させない専任委員会と解釈で、憲法9条を壊すな実行委員会が呼びかけていますけれども、ここ私たち、ここにですね向けて、ぜひこの広く呼びかけていきたいと思います。合わせてですね、臨時国会の始まる日にですね、統一行動、これをぜひ大きく成功させようという提案がありますので、これにも、ぜひ積極的に参加していただきたいと思います。それと、先ほどから発言ありますけれども、安倍内閣打倒のですね、署名、これをですね、ぜひいろんなところで、広げて見える形の、行動を取り組んでいこうと思います。それから各地方自治体でですね、まあ、すでに190以上集まってますけれども、集団的自衛権、解釈改憲反対、あるいは、原発再稼働反対のですね、引き上げようということを提案しております。それから、まだ発言この辺についてはないんですけれども、沖縄の米軍基地の機能強化、固定化、日米の軍事強化、これにつながる辺野古新基地建設を阻止しようという、それから安倍政権 の、 成長戦略、労働規制緩和、派遣法大改革を阻止、残業代ゼロなどに反対をして、総合的に参加しよう、それから消費税増税、反対、法人税減税反対というようなことの取り組みをしたい、それから、まあ、TPP に反対する、医療制度、社会保障、生活ですね、これらの制度の改悪に反対する、まあ、こういうような取り組みを取り組みながら、さっきの発言ありましたけど、安倍打倒に全てつなげていくと、安倍打倒だということを、そのためには安倍打倒なんだということをですね、方針としてぜひ取り組んでいきたいと思います。まあ、当面としては、こちらの赤いチラシの中にいろいろ個別に書いてますけれども、この反原発、健康破壊ということでですね、7月の25日に、健康被害を環境省に対して、医療保障、健康診断証明を求めて、環境省交渉を1時から3時まで参議院会館でありますので、そこにぜひ参加していただきたい。で、同じ日にですね、仙台原発、再稼働反対の行動として、規制委員会に対してパブリックコメントで抗議反対するということで、やるとともにですね、25日に5時から1時間、ね、規制委員会前で審査合格に抗議して撤回する行動、規制委員会前でやります。あるいは、まあ、宮殿、国に対して再稼働やめろ、ファックス、仙台原発、全原発の再稼働反対に伝え決議を追加しようということです。その次の日の7月26日には、被爆をしない権利確立国際シンポジウムを行います。それから先ほど言いましたように、8月の2日、3日、このイラク、アメリカ、韓国、インド、と連携をして世界から戦争を推進するための全国に参加しようということを、まあ、当面のことして提案していきます。まあ、こういう行動方針を含めてですね、先ほど、どういうふうに安倍打倒していくのか、まあ、いろいろ発言がございましたけど、見える形の行動が必要だ、直接的な、いろいろ情報発信が必要である、あるいは裁判、をやろう、国会議員を変えていくためのいろんな取り組みをしようと、まあ、様々な観点から安倍打倒の各分野での行動しようというようなことで、提案、発言がありましたけど、どんどんこの方針を踏まえながらですね、もう少し、発言を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、いろんなところから情報を得るというふうなことを言ってましたが、集団的自衛権の来週会を主催しているのが救助を壊すな実行委員会と選任委員会なんですが、それは9月4日両方でもう国会前全部押しかけようと、これは決まってますから、情報なくても言って大丈夫です。これは4日は6時からですね、日比谷公園一帯でやると言ってましたね。あとはもう一つはっきりしてるのは、臨時国会開会日、これも全国から国会へってことと、全国で統一行動ということが決まってます。で、じゃあ国会の開会日はいつかってことはまだ決まってないんですが、今あたりで言われているのは9月29日だと言われている。これは
変わるかのか分かりませんが、国会開会日はもう、あの日比谷公園国会はもう騒然とすると、まあ、我々そこに人を集めないといけないということは決まっていますということははっきりしていますね。あとはだから、まあ、先ほど言ったもっともっと世論を広げたり、自分の身近でっていうことを考えると、やっぱその地元議員に対するこう説明責任を求めるというふうに押しかけるという説明させるとか、やっぱそのいろんな組合とかサークルがありますが、そこをゆっくり議論して、賛成派の人もいるだろうし、ゆっくり議論してですね、やっぱし安倍だとだねっていう議論をやって決議上げたよっていうことをね、上部であろうと各部であろうと地域であろうと発信する、それでお互い励ますっていうのは、まあざっとこうみんなが広げることも非常に重要なことかなと思ったりするんです。まあこれはまあ主催者が提案していることで、うん、あとはまあ積極的に協調点とかこうしたらいいってあれば、もう少し議論したいんです。どうですかね、千葉の方では署名と合わせて市民の声をね、メッセージにして貼り付けてっていうようなことをやったとかって話しましたけど、誰か千葉の方、千葉はどちらの方、市川の、はい、ぜひちょっとその、この間の、13日国会報道の前の日に、元屋の方で時間ごとすることはすごい安くなった時に署名活動をやったんですけども、それは安倍元署名だったんですけども、1時間で35キスくらい集まったんですが、それは部活帰りの高校生の男子がすごい勢いでやっぱり部活の大会が今あるので、その帰りにこう来てくれて、で、おばさんたちだけが町の生活者に頼んだから登場してくれたのもあるかわからないので、その時に紙を渡してメッセージカードに書いてもらって、それをこうパネルに貼って貼ってくれたものを明日国会に持っていくから貼ってねっていうことで、それで折り紙を渡して書いてもらったんですけども、若者の多くはやっぱり首相お先にどうぞとかね、徴兵税がそれが一番ヒットだったりとか、うるせえな、俺はいかねえぞとかね、そういう生の声が結構晴れて、これを第二中心会館の前の国会報道に使ったんですけども、具体的行動提示されるとやっぱり署名だけじゃなくて俺の声聞いてねっていうような感じで、特に若い男子は積極的に書いてくれたっていうのがよかったかなと。また来週それはちょっと続けてみようかな。土曜日の午後って結構そういう高校生とか若者が多かったので、普段はほとんど市川というのは署名が取れないところなんですが、それよかったかなと思います。それともう一個、自治体決議がかなり上がってるんですけど、私出身が長野県なので、あれだけ上がってて、この間洪水起きたところの村も上がったんですよね。それでやっぱり私田舎帰ると家族全員が安倍倒せたんですよ、普段は政治に関係なくてもね。だからその民意の違いっていうのがやっぱり村のこう議会を支えてない気がして、できればそのどうやったらその決議がね上がってるのかという交流をね、やっぱりこう呼んでこういうところに来て職員の人とこう議員さんとでもね呼んで、職員やっぱりああいう何て言う、成果が上がると委員会に付託するから勉強しなきゃいけないんですよ。ものすごい勉強して議員さんの質問を答えなきゃいけないんだけど、討論なしでなしになっちゃうんで、ああいう決議っていうのは、それですぐに採決取っちゃうんですよね。その時に職員の悪いのがいて、これは国会のこと、国の催し物のことですから地方は判断することないですよ、市長って仕掛ける職員が必ず言うんですよ。で、私みたいな真面目な職員は仕掛け書を作って、これは賛成した方がいいですかって言うんですけど、そこのすごい公募があるはずだから、やっぱり決議が上がってるところの市町村は職員も勉強してると思うんですよ。だから、村の職員とどうやったらこう決議が上がるのかって議員さんとかを呼んで、こういうとこでこう何ていうか、どうやったら自治体を落とせるかみたいなね、のが一個あれば楽しいかなっていうふうに思うんですけど、やっぱり自治体のあれなんですけど、千葉県で先だっての集団的自衛権の閣議成立 の, 国会に対する意見書、各地方自治体市議会とか県議会とか、それ千葉県の中で唯一流山市議会だけ可決して国会に意見書を提出できたんですよ。でそれ東京新聞に載ってまして、
でどういうことから流れ場なんてのは別にあの保守的な雰囲気の強い場所それあのたまたま東京新聞に載ってた個人がとりあえずその提案を審議会に提出したというか市長があの審議会議長宛てにでその個人にどんなに流れ場で力を持ってるなんか保守的なやつかなと思って私ちょっと訪ねてネットであれしたらたまたまあの PDF ファイルが見れましてそれにその提出した人の住所と名前が書いてあったもんですから訪ねて行ったらもうごく普通の人だったんですよただそれをやっぱりあの一人一人議員さん、まあ、地域のちょっとした問題で市には何回かは支部とかに行ったことあるんですけどでも本当に一般の方が議員さん一人ずつ説得してそれであの自民党もへったくれもなくあえてあの市議会で可決できるんですからやっぱりもうあの一個人の力と思わずやっぱりあればあの保守的なねあの統括のさっきのあの野田高校のあれ一体あの辺って決して別に保守的な地盤のところなんですよねそれでもあんだけできたっていうことは我々やっぱりなんか小さな力でもやっていけばなんとかなんじゃないかと思うんですけど、はい、もう一個なんですけど関東の着物バスって知ってる方いると思うんですけど9月4日とか6月26日に希望のバスを着て機動隊の車の横にこうつけちゃってみんなで希望のバスので国会目指そうみたいなカンパやってとにかく走行車の前にこう前う観光バスをバーッてつけるんだけど勢いでみんなでカンパして国会目指そうみたいなのやりたいなと思って全国から国会目指して何百台しか走行車囲んじゃうその前にバス会社が取り合ってくれるちょっと前に来てくださいもうちょっとまだもう少し入りますから、はい、もうそんな時間はないです僕はなんか各ところの取り組みをね全校神奈川の熊谷と申します先ほどの、まあ、ちょっと報告の補足っていうか神奈川で今日午前中に上岡で初めてこの資料の中に入っている憲法違反の安倍政権を倒そうという署名ですね3人だったんですけども取り組んで、11人だったんですけどもね署名してくれたのは私中心的にちょっと署名集めて感じたことがいつかあって、そのことをちょっと発言したいなと思うんですけども一つはやってくれた人の反応がね、すごい、なんていうか、積極的っていうのか、一人の方はですね、ちょっと京急の上岡駅前でやってたので、ここは署名やっちゃダメだってこう怒鳴り込んでくる方がいたんですよ、警備の人がね。交通を調査してる人が。そしたら、その人に対してですね、なんでここで署名やっちゃいけないんだってわーっとこう反論してくれる方がいて、夫婦の方なんですけどね。で、もう安倍は絶対許さないから署名しますよっていうことで、夫婦で署名してくれたんですね。で、抗議もしてくれたんです。私が言おうかなと思ったら、代わりに抗議してくれて、すごく怒りっていうんですかね、安倍そのままにしとっちゃダメだみたいな怒りがすごくあったなっていうと、あともう一人の方はですね、ちょっとじろじろこう見て、なんか文句があるのかなっていうふうに思ってたら、いや安倍なんてもうすぐ自滅するからこんなことやらなくていいよみたいな、むしろちょっとこう、なんていうのかな、いろいろ俺も考えてるんだけどさみたいな感じで、いろんな話がこうできるなっていうことがあったのと、あともう一つはやはりこういう、なんていうんですかね、安倍政権倒そうっていうところに対して、ちょっとどうしようかなっていう、署名しようかどうしようかなっていうね、迷いもあるのかなと思ったんですけども、そのやってくれた11人の人たちは、私、こ
これ絶対こう思うのでやりますっていう感じで、自分からこう、署名をしに来てくれるっていう風な雰囲気があったので、やっぱりそういう何て言うんですかね、目に見えるところで、安倍政権を倒そう、閣議決定は憲法違反だしおかしいよねっていうことをはっきりとやっぱり言っていくっていうことが、まあ、議論にはなると思うんですよね。反対、まあいろんな意見を持ってる人いると思うので、そこで議論になると思うんですけども、そう言っていくことで、心の中で思ってる人がやっぱり署名とかいろんな行動をするきっかけにやっぱりなってくれるのかなと思いました。でやっぱり中にはこうじっとこうなんか怖い目で見て、何も言わずに去っていく人もいるんですよね。やっぱりそういう意味ではやっぱ安倍支持っていうのもいるのかもしれないなと思うんですけども、まだそこでわーっと論争とかね、なんかそういう話にはなってないんですけども、まあもうどんどんそういう話をやっぱりやっていく場をね、街頭でも作っていくっていうのは今必要な状況になってくる。それとまあ国会とね、その状況とこう結んでいくっていうんですかね、国会でやっぱりまあ力を得て、また街頭でも最初は少なくても、だんだんやっぱ広がっていくんじゃないかなと思うので、両方をつなげて特にやっぱり二度がやる時間だから署名しやすいっていうところではね。はい、どうぞ。私いつもこれを持って地下鉄でもどこでも出てます。素敵。それで欲しい人にはすぐ説明してあげるんですけど、私は本社のことで毎週関連に行けるときは行く。そこに行きますと情報の問題なんですが、必ずいろんなチラシがありまして、関連前にいらっしゃれば情報は結構今度何があるっていうのは分かるんですね。で東京新聞なんですけども、毎週初めて参加しましたっていう人の名前が必ず何人かでご存知の方いらっしゃると思うんですが、で私は宇都宮健児さん の選挙の時は毎日事務所に通って、そこでいろんな仲間もまたできたんで、あくまでも個人参加なんですけど、それで今亀戸の方で東部地区なんです、私江戸川区なんですが、亀戸の方で署名運動や集団的自衛権なんて、それを今やってるんですね。ちょっとこっち来ちゃったんですけど、やっぱり選挙の時もしょっちゅう立ってました、駅頭で。それから2000万人 の原発反対の署名も駅頭でしょっちゅうやってました。どんどんね、こう睨まれたらお話をこっちからしてあげると、意外に本当はちょっとどうしようどうしようっていう人が多いんですよね。だからそんな感じで一歩前に進むと署名運動でも何でも全然平気でできちゃうし、で実はこれご存知かと思うんですけど、ノーベル賞の平和賞を授与してくださいという署名なんですが、もしまだしたら、私はこれ1枚いただいて自分でコピーしたんですけど、もししていただければまだしてないかと、ぜひノーベル平和賞に推薦しましょうというやっていただく。でやはり私は守っておりますので、もう絶対もう子供や孫のためにもう日本をきれいにしていきたいんですね。いろんな意味で心の問題もあるし、だから安倍は本当は気が小さいくせに竹中平蔵とかああいう悪いやつらの周りがこうね押されてるだけで、中身は大したことないんですよね多分。だからもう絶対ね、私たちの信念の方が絶対強いので、負けずに頑張っていきましょう。はい、じゃあそれ、はい、署名回してぜひこれはね、ノーベル平和賞で誰を呼ぶか、安倍を呼ぶって言ってるからそう、安倍に出席してもらいましょう。同じで本当にでもこれ本当にいい案だなと思って、すごい素晴らしい。世界はいいです、皆さんも成功を受けないからね、これからね、始めてもらえることで、はい、あとはもうどんどんね、どこで水戸法やだ、これは全国の議員さんが集まった会に行った時
秘密保護法は嫌だっていう感じなんです。で、この孫が嫌だっていうのが楽しくていくつか持ってったからみんなに広まるかなって、はい、はい。あとテントの中にもこういうバッジたくさんありますし、ありますね、なんか国会でいろんなことがあった場合にやっぱりいろんなものがあります。で、福島でのとかだんだんこう古くなって希少になってきたんですけど、私は 3.11 の後5月にもう参加してて、彼女と知り合ってずっとお友達、はい、そんな感じで、ぜひこういう感じで回ってください。4時でも出ますけど、今夜3時半に終わりますから、まあ、言いたい方はどんどん、最初はその交流という面もありますから、交流した方がいいと、私こうしてるってなったら、含めて積極的に質問、発言してもらえないですか。今日の配布にもありますけれども、私、ODA の問題やってるんですが、昨日に、経団連、日立アクションで9月30日に決定したものという夕方の議論ですけど、インドから核廃絶と平和のための連合スンダラームさんが参加しました。安倍首相はですね、原発再稼働、原発輸出、これは再稼働と輸出は一体のもので、あるというのは、皆さんご存じだと思いますけど、それに加えて、ODA を使ってね、軍事を拡大するということで、そういうところで問題してます。これは、インドでも安倍さんは有名になってて、ポスターになってて、前、要するに2014年の1月にですね、インド行ってるわけです。内心言ってるかというと、原子力協定を結ぶと、最近はトルコとも結んじゃったんだけど、インドでも結ぼうとして1月は破綻したんだけど、一応このポスターには安倍はいいけどノーニュースっていうふうに書いてあるんですけどね、でまた今度8月に新しい首相が来るとか言ってて、原子力協定やろうとしてるんで、そういう問題も絡んでね、やっぱり、国内の再稼働を阻止するためにも、ね、原発自身はないので、やっぱりそういう、インドなんかでやってる人も含めた、その国際連帯でですね、こういう、安倍首相を倒していく必要があるというふうに思ってますので、この経団連前のアクション、あるいはその時はチラシじゃないんですけど、次の日に、そのちゃんとした集会やりますので、そういうのに来ていただければですね。理解できるというふうに思います。よろしくお願いします。では、我々経団連のアクションですけど、毎週第2水曜日に一応、少し前までは毎週やったんですけども、第2水曜日に変えて、で、全校でも放電行動に第1水曜日に行って、第2水曜日は経団連日立ちということでやってまして、7月30日はそのインドから来られるということで、かなり大きなね、力になるんかなと思うんですけど、私は思うのは武器の輸出の問題なんですけど、この間水曜行動の時に金曜行動か、火炎瓶哲さんたちが武器の輸出の問題だけ絞ってそのメッセージを通産省前でやっておられたんですね。なんかそういうなんかこうテーマごとにやるっていうのはすごく大事かなっていうふうにその時は思ったんですけれども、その武器の輸出の問題で、今のガザもそうだし、ロシアの もそうだし、やっぱりその白商人がそれ日本 その三菱とかやってるところがもう大手を振ってそういうミサイルに組み込まれるようなものをアメリカに送ってフランスに輸出して、それが回り回ってそのイスラエルあるいはロシアそういうところで使われるような、そういうこう死の商人の復活っていうか許すなっていうふうな形でのアクションっていうんですかね、そういうキャンペーンっていうのは海水さんがやられてたんで、なかなかいいなと思ったんですけども、私たちは水曜行動ではやってるんですけど、ちょっとそういう武器の問題とかこれをやるなっていうことで、経団連とかねたちに迫っていく必要もあるのかなっていうのを強く今ガザの問題で非常にこう危機感出まして、
あのやりたい放題の安倍の中の一つに武器の問題がねあるんじゃないかと。はい、あのデモにね参加してて、その、まあ、安倍倒せ、ファシストを倒せとね、その時にあの、まあ、私なんかその言われた後ついて言ってるね中で、そのファシストという言葉が私はもうそうだと思って言うんですけどね、あのすごくインパクトがあると思うの。これは日本国民でも世界中でもファシストとか、うん、ファシズムとかっていうのはもう本当に許されないものというね、そういう中で、まあ、ああいうデモの中で勉強している中で言うのとね、それから、別の例えば駅前でね、安倍はファシストだとそういうふうに言うのとでは効果は全然違うと思うんですよね。だけどその、うん、私なんか全く、うん、そのいろんな背景っていうものがよくわからないね、あれだけど安倍をファシストと言って全く問題ないものなんでしょうか。そうなんですね。ちょっと笑っちゃう話なんですけど、世界的に今極右の傾向が強まっていると思うんですけど、でフランスなんかは結構ね、極右勢力が台頭してきている。でもその彼らが我々は日本の自民党ほどに極端ではないと我々はもっと自民党を見習うべきだというような笑えない話もあるんです。韓国にも極右勢力みたいな、やっぱりもっと自民党ぐらいやらなきゃダメだし、そんなことをね、世界中の極右が、日本の自民党が一番今、極端だと思います。一般のね、生活なんかで、まあ、新聞、取る新聞によっても、すごく違うと思うんですよね。自分のところで、全くそんなこと知らないでいる人たちも、例えば読売とかね、読んでる人たちは、知らない人たちいっぱいいるんですよね。そういう中でもそのファシストっていうね、そういう安倍ファシストだよ、ね、今ファシズムの世の中に変わろうとしてんだという、そういうことをっていうね、それだけのやっぱショックを受けると思うんですよね。と例えば新聞やなんか東京新聞だって、ファシスト安倍とは書きませんよねだけど、まあ、私もお友達なんかで言う、ね、こう分かってほしくて言うときにファシストって言っちゃっていいもんなのかどうかってちょっとこう迷いがねあるもんで、例えば駅前で署名集めるにしてもファシストを安倍は絶対に許さないとかね、そういうとこ、あるいはあのやっぱり十何年前から何かで意思を示すのを貼って電車に乗ったりしましたよね。あれ 何の時、イラク戦争の時は何だったのかしら。そういうあのイタリアなんかでも40年ぐらいの各家のね、窓のところにあの旗、なんだろう、レインボーハート、うん、虹の旗みたいな、ね、ああいう旗をあって自分は戦争に反対なんだという意思をね、自分の家にみんな窓に出してたんですよね。そういうね、行為を行動をね、例えばファシストををね、許さないとかね、ファシスト安倍は私は受け入れないとかね、そういうものをこう貼ったりとかね、そういうふうな行動までできるのかなとか。あのね、それ今まあ反対賛成あるんだけど、いや僕はね全くその間違いないファシストだと思いますよ。いやだってそのほら自分がいろんなことやるときにいつもあのツイッターでね、ほらあのヘイトスピーチを煽るようなこと言ったりとか、あとは福島でですよ、その放射能はね、アンダーコントロールされてるとか、あと子供たちがいっぱいガンガン鳴ってるんで一切問題はないんだとかね、それもなんか彼の発想とか思想とかそうだと思います。で誰か言ってた安倍は大したことないよっていうのはね、そうじゃなくて安倍を許さないような力関係が ものすごくあるっていうことの反映なんであってね、勝手なことやってるけども、でも
本人がやろうとしていると全部はまだやってないんですよ。やりたいんですよ。だけども第二次世界大戦見たらね、朝鮮半島は植民地だけど独立国になっとるし、中国満州国があったけど中国共産党あるしね、で、アジアとかそういうのものすごい反対運動あるわけでしょ、国内で。だからやれないだけで、彼の思想はそのものだと思います。ファシズムと僕は思いますよ、間違いなく思います。それはだからそういうふうな、まあ、言葉としてイメージ入る人は言った方がいいし、その言っても何のことかよくわからないという人もいるだろうから、まあ、いろんな言い方はあるだろうという気がしますが、言って僕は全然間違いないと思うんですよ、というふうに僕は思いますが、いや、いろんなあれは、まあ、加えて、はい、どんどん伝えるべき。6月の中旬か下旬だったと思うんですけど、アメリカの国営メディアがボイスオブアメリカっていう有名なメディアらしいんです。そこは安倍はファシストだと正式に認めたっていう報道をしたっていうことは起こったりです。あとアメリカ の投資家の一人がアジアで一番危険な人物だって、フィギュじゃない、東京にいるってですまあ、僕はそう思いますよと言ったんですが、はい、もし何かご意見があれば聞きたいってことです、そこまでね、言い切ってちょっとそれは言い過ぎだよとかね、根拠のないこと言うんじゃないとかね、そういう、まあ、自信を持って言ってください。いや、だからそのしかも、うん、彼が尊敬するのはおじい様ですよ。おじい様は東条内閣の商工大臣ですよ。で、それで先般ですよ。で、であれか、憧れてるだけなんですから。彼が東京裁判のね、そういう被告にあったってことは安倍晋三は認めないっていう立場なんですよ。承認しない。去年の9月にニューヨークでね、安倍は要するに私を右翼軍国主義者と呼びたければ呼べって言ったんです。さあ呼んであげましょう。そう宣言したよ。おじいさんの岸はね、商工大臣で、中国人の共生連合の責任者だったんですね。そうです。で誰かね、高村のお父さんは町村金吾は朝鮮人の慰安婦責任者ですよね。だからそういう系譜を持った二世三世議員が未だにその流れをそのまんま持ち込んでるんですね。コムナもそうでしょ。コムナもそうでしょ。ないかそういう人たちが、そういう人たちの戦いですよ。私なんかね、もう先もないし、自分 の、 子供や孫やね、まあ、日本中の若い人たちの将来のことを考えればね、まあ、自分ができることは何でも、一生懸命やろうと思ってるんですけども、例えば駅前で、まあ、そういう署名をね活動するにしても、何 の、 背景も何も、例えばね今ここにしてみて、平和と民主主義を目指す全国交換会という、刀で、署名のね、そういうものがあって、そして、ファシストを倒せとかね、そういうのをやりながら、皆さんこれでいいんでしょうかって言ってね、駅前で署名集めるとかね、そういうのって私はすごい反応があると思うんですよね。で、いたら申し訳ないけど、例えば共産党とかね、駅前でよくやってますよね。で、私なんか、まあ、支持する方ですからね、あ、頑張ってくださいなんてね言ってるけど、だけど一般の人たちはもうああいうのはんっていうね、中身が何だろうとあんまり関わりたくないっていうね、そういう人たちも随分いるんですよね。で、そういう、こう政治活動の、なんていうの、党とかね、そういうイメージじゃなくて、こういう民主主義を守る会とかね、そういう形で何か、できたらいいなと思って、
あの私実はあの今年ね、東京の方に越してきたもんですから、今までの背景がみんななくなって元いたところのグループからもうポンと来ちゃったもんでね、まあ何を仲間がいないっていう、ね、一緒にやりましょう、ね、本当に、はい、それでまああのでああもううずうずして何かやらなくちゃと思うんだけども、さて自分でね全部お膳立てしてできるほどの能力もないし、ああそういう仲間がね、あのじゃあ今日は何駅ってやりましょう、今日は何駅ってやりましょうとかね、そういうことができたらいいなってこう頭で思ったもんですから、ね、区はどこですか。菅間駅の近く。菅間、ああじゃあ北部の全国の皆さん誰か一言一応あのこの間あの日暮里でやったんですよ。で集団的自衛権とあの安倍打倒っていうやつでやったら、やっぱりかなりこう反響というかね、やっぱりこう刺激的なスローガンというかね、ということで、まあ、やってくれる人もいたんだけど、その逆にこうあの論争をかけられるっていう、まあ、ファシストっていう、まあ、同じなのかもしれない、安倍打倒っていうのは、安倍は私は支持してるんだみたいな、で岸があの、岸じゃなかったけど、東条がどうなるとか、そういう論争まで仕掛けてくるようで、でやめてくださいって言ったんですけど、もうどん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 論争を仕掛けられるっていう、そういう場面は確かに。あのありますけども、やっぱり駅前でガンってやるっていうのは絶対必要なんで、まあ、あのそういう巣鴨とか、まあ、できればねそういういろんなところでやっていきたいなというふうに思ってます。ヤバヤとかでやっていきたいですね。ちょっと紹介してみても2人でやったんでねやっぱりそういうね、まああの大丈夫かや、そのああいうねあのひどいあのヘッドスピーチを街頭で終えたというのも、安倍はね、安倍はそういうほらネットとかで、そういうコンセント、そういうやってるから、いうふうにやっぱり、それを否定しないという中で、大丈夫かもね、ああいう安倍の後に、そういうのをやってきたという配慮があるし、やっぱりさ、そういうのもあって、あのまあ、日本でもね、コンセントとかにね、そういう自分は憲法なんてやっぱり普通だし、明治憲法がやっぱりあのいいだと、つまりコンセントとかあれにしようと。そのね、やっぱりそういろんなことが、安倍が言っているようなことをね、こういうことを含めてきて、だからね、やるときは教えてくださいって言ったら、そう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 、教えますって言えば紹介してくれる名刺を交換、名刺交換北部地域2人は、あの荒川足とか、あの豊島とかね、あの蓮舫とか江戸川とか、そういうところをやる。さっき、神奈川も神奈川もね、県が広いから湘南地域は湘南地域の人たちに何とかもう、もう僕も一言言わせてすいません、僕はね、二つ言いたいことがあって、一つはですね、この大阪の全国ということなんですが、ここにですね、これ紹介しまして、イラクからあの戦乱のイラクでですね、そこで内戦とか宗派主義戦って平和なイラクをということで平和運動やってる青年が来るんです、この大阪に。イラクから、あとは韓国からですね、兵役拒否して収監されてあの捕まって、また出てきた大学院生、若い男子院生が来るんです。アメリカからですね、高校卒業してあの大学の奨学金を得るために入ったら、まあ、イラクを送られて、で正義の戦争だって言われたけど全く嘘だって言ってアメリカに帰ってあの平和運動を始めた、これは女性ですが来ます。それでこの若者たちと日本の若者が日本でその安倍政権を倒そう、戦争をなくそうっていうことの国際連帯集会があるんですね、大阪でね。それでこれはまあ僕に行くんですが、訴えたいのはその誰でも参加できるようにって、カンパ僕は今訴えてるんです。というのは1万円で大阪行けると、でそれはあの往路が2000円、袋が2000円で保険料500円、参加費1500円で、宿泊費はシャワー使えばゼロ、寝袋で500円、風呂代は500円でシャワー使えばゼロ、
宿泊もあの寝袋を使えば500円で、飯はですね、朝晩は僕が作ると朝ごはんの味噌汁とあのトマト食べ放題にして、あとは生卵とか、まあ、そうすると300、そうするとですね1万円以内でいけるんですよ。ところがこの1万円で若者が国際的なね、あの交流しようということの前提はレンタカー7万円をカンパするっていうことなんですね。で僕の責任でカンパ7万円集めれば10人の若者、まあ若者だけでもじゃなくていいですが、1万円であの2泊3日、車中泊2日ですが、あの沖縄行こうっていう、そのカンパを集めてるんで、よかったら沖縄じゃないですか、大阪、7万円のカンパ、今2倍ぐらい集まったんですが、一口1000円ですが、ぜひ終わった後はお願いしたいというのが一つ。あともう一つはですね、あのこの25日に小児甲状腺がんです、福島、僕はこれやってるんですが、今89人なんです。これはですね、日本の国立がんセンターで比較すると大体15倍とか20倍、30倍ぐらいなんですよ。しかもがんだけじゃなくて30数種類、白血病とかね、あの先天性異常とか、もうものすごい勢い今福島出てる、明らかなんですよ。であの福島交渉もやってですね、福島県はだから異常多発だと言えないってしどろもどろ言ってたんですが、今度対政府交渉やるんですよ25日。それでその次の日にドイツから読んで、あ、国際進歩っていうのがあるんです。だからまあこの一連の行動もぜひ参加していただければありがたいなということで、2つもう、ね、お願い、あんま時間がないんで、時間が来る前に言っておきました。以上です。はい、はい、どうぞ。今のその前2014全校の実行委員やっています、うん、実行委員の藤田と申します。この8月2日と3日なんですけども、まあ周知の通り海外からも、はい、ゲストを招いて国際交流は、特にもうこの今回の全校はもう世界に気づこう、平和と人間の尊厳を世界で人を殺すなという、まあ、戦争を見下がら一切拒否するというテーマでやりますので、その安倍打倒の、まあ、あらゆる分野の人間が大いに結集してやります。ですから一人でも多くの参加を、まだそのチケットをお求めない方はお求めください。それから上にあたっての賛同も随時募集しておりますので、ぜひご協力お願いします。全校への参加と全校への成功のための支援の方をぜひよろしくお願いします。これはチケットはそちらの方に手応えあるので、今日あるんですか。こういう若者たちが企画してるんです。ぜひよかったら、はい、他なんかもう時間も3時半に終わってやるデモの準備ありますか。あと自分アピールしたいこととか、あの今は、まあ、あの提案もされてますが、こういう形でやろうということで、説教の意見があれば受けたいと思います。どうでしょうか。はいはい、集団的自衛権でも原発でもなくてですね、あのここに書いてありますけど、まあ、労働法がもう全部変わると、要するにその、まあ、安倍ファシズムですから、労働法制が全面的に改悪になったということで、日本労働弁護団をですね、大闘争本部が立ち、でまあ、あの派遣法は例外的なものだったんだけど、何でもありの派遣法になる。で残業代ゼロね、さっき急に出しましたけど、まあ、1000万ぐらい の収入制限かけて一応入れる方向で動いてますけど、入ったらもうどんどん下がっていくわけです。もうそういう状況です。これはどういう事態を、まあ、作られるかというと、労働者の生活が会社に取られちゃうという、もう残業して、残業しても残業代ゼロと、あれせえこれせえって言って全部やらないとダメっていうね、そういう労働者の生活が全面的に破壊されると、そういう労働法制で、あとあのお金を払えば解雇は自由という、裁判やって負けたってお金払えば全部解雇できると、そういう、まあ、労働法制も全面的に改悪されようとしているということで、まあ、そういう問題も含めて、まあ、全校でやるということなので、まあ、そういうことについて興味のある方もぜひ参加してください。あといかがですかね。もう大体言い尽くしたかな。大きな声でやる。おぞおぞしないで。
まあ、ちょっと、前に滞在すいませんが、まだ求めない、チケットを求めない方は、ぜひお越しください。前日参加、一般3000円、非正規の方は、非正規部署の方は1500円で参加可能です。はい、まだお持ちない方はこちらで、置いております。ぜひここでお求めください。それじゃあ、他いかがでしょうか。この、これをこれだけはちょっと言いたいっていうのがいらっしゃったら、よろしいですか。すいません。はい、ここに運営してありますけど、民主社会主義、この主催者の方は元民主党の方なんですか。あ、民主社会主義ちょっと私の知る民社党が、民社党ってあった、あれはかなり、まあ、自民党顔負けの、なんかすごい、なんか、労働組合とかね、そういうのがすごい、なんか、フランス会社で一緒に、ね、もう、すごいような感じだったんですけど。はい、私もその、新聞なんじゃ、私その、中間ですね、編集もしてるんで、一言だけ説明します。一切関係ないところが、民社党型のああいう労務支配と、果敢に戦ってきた人たちが、私たちの先輩たちですので、はい。要するに、ソ連とか旧共和の社会主義国が崩壊したのは、民主主義が欠落していたからだということで、民主主義に貫かれた、社会主義の社会を作っていこうということで作られている。ミシャドウとはもう変動しようか。私もそのメンバーですが、民主主義を徹底すると、今そうそう安倍はその極端に言ってますが、あらゆるところに民主主義を徹底して、その運動その、延長線上にですね、あらゆるのこう人間的なその社会を作る、社会主義を作ろうという主張に貫かれた団体です。新聞のということも書いておりますので、よかったら、はい、他よろしいですかね。そうですね。じゃあそろそろ3時半になりますのでですね、まとめというか、もうそれぞれの皆さんから、この安倍打倒するために、どうするかって、本当にこう実際に街頭に出ている話とかですね、目に見える形の行動をやろうということで、本当具体的な形で提案されました。やっぱり要は自分たちの地域の中で一人がまずできることは何かというところからね、やっぱりやっていくことが非常に大事だというか、二人でもやり一人でもこう代表に出すとかって、ね、あとそのさっき の議会に対する働きかけも流れ山の例でも出てましたけどね、やっぱりこれ自民党の政権が強いからダメだとかってじゃなくて、やっぱり働きかけをして、それでやっぱり議会を変えていくっていうのはね、そういう事例なんか出てましたから、やっぱり今日のその集会、交流会の中でですね、もう安倍の危険性、問題点っていうのはいろいろもう分かってると、じゃあそれを どういうふうにして、自分たちがそれを広げていくかっていうところに、非常にポイントがあったと思いますんでですね、それをやっぱりぜひこの先ほどの具体的な行動提起に、を一つの手がかりにして、大きな運動は全体的に行動するという9点だとか4だとか、そういうことについてはみんなでこう行こうという呼びかけをするとともに、自分たちの地域の中で議会に対して働ける、あるいは出身の自民党議員だとか公明党議員に対しても働きをする、そして小さな行動を街頭でやっていくというようなことを、やはりどんどんとつなげていくことによって、私たち自身がその議会が変わるまで待つっていう、もちろん議会が変わってことも大事だけども、直接の民主主義の力によって安倍をか倒すことは可能だ、そのことをですね、やっぱ今日の交流の中で確認できたんじゃないかなと思います。ぜひこの秋の行動、みんなで今日の議論したことを踏まえてですね、特に頑張りましょう。それで今日のこの銀座のですね、この1時間ありますけれども、ぜひ大きな呼びかけをですね、このデモの中でやっていきたいと思います。ファシスト安倍のコールもぜひやっていきたいと思います。以上で、ありがとうございました。